皮を洗ってみたいです。ブンブンカワカワブンカワです。数ヶ月前の話になるんですが、私のね、YouTube ショート動画でめちゃくちゃね、皮を洗うという動画が流れてきて、やってみたいってね、思ってたんですよ。で、私もね、ついに、長年使い古した、こちらのキーケースをですね、現役引退させたので、この子をね、いつか洗ってみようと思っています。そんな話はさておき、今日はですね、プロッターのこのチャートグリッドリフィル、こちらのね、リフィルについてお話をしていこうかなと思います。よければ最後までご視聴ください。ということで皆さんこちらのチャートグリッドリフィルご存知でしょうか？ね、もしかしたら、こういうリフィルあるのってね、思われた方とかもいらっしゃるのではないかなと思いますが、こちらですね、プロッターの公式オンラインストア限定で販売されているリフィルになります。このリフィルですね、今年の何月だろうっていうぐらいにね、まあ発売になったリフィルなんですけれども、私はですね、割と最近、ね、2、3ヶ月ぐらい前に購入して、で、使ってみてっていう、そんな感じなんですけれども、なんか結構ね、いろんな使い方ができるなって思ったり、ああ、なんか、この使い方とめっちゃ相性いいなっていう風にね、感じました。こちらのチャートグリッドリフィルですね、私も数ヶ月前に購入して、どんな感じかなっていう風にね、いろいろと使い方を模索してみたり、まあ実際に使ってみたりっていう感じで、いろいろ試してみたんですけれども、あ、めっちゃいいじゃん、優秀じゃん。これオンライン限定ってなんかもったいないなとか、今のところこちら英語サイズしかね、販売がないんですよ。なんだけど、これ英語サイズ以外にもあってもいいんじゃないとかね、そんな風に思ったわけで、今日はね、このチャートグリッドリフィルについて喋っていこうかなと思っております。すでにね、こちらのチャートグリッドリフィル持ってるよ、使ってるよっていうね、方もいらっしゃるかなと思います。皆さんはね、どんな使い方をされていますでしょうか。まずね、レイアウトを見ていきたいんですけれども、開くとね、まあこんな感じのレイアウトになっております。まあね、見ていただくとわかる通り、両面印刷になっているんですけれども、紙はもちろん DP 用紙で、こちらですね、片面にね、7枠用意されております。左側にね、まあ約3分の1ぐらいの枠が用意されていて、で、3分の2ぐらいの枠が、その右側にあって、で、左3分の1側は無地、で、右3分の1側は、方眼線になってるよという感じですね。ちょっと大きめの方眼線。こちら 3.5 ミリなのかな ?5 ミリ方眼なのかな ?4 ミリ方眼かな ?4 ミリ方眼かなっていう感じのね、まあ、方眼線になっています。まあ、こんな感じのね、めちゃくちゃシンプルなレイアウトのリフィルです。上はね、ちょっとオレンジ色になっていて、まあ、タイトル書けるよっていう感じ。それから、日付のね、斜め線が入ってます。ね、こんな感じで。まあ、プロッターのね、リフィルになっています。こちらのリフィルなんですけれども、もともとはですね、高級リフィルメモパッドで、チャートグリッドリフィルというものがありまして、そちらをリニューアルして、今のね、この形になっております。元々のチャートグリッドのリフィルはですね、こちらですね、MD ペーパーが使われたものになっていたんですけれども、1ページにね、10行あったので、この一つの枠の間隔がね、やや狭くて、で、こちらのね、方眼線もね、2ミリ方眼かなっていう感じでちょっと狭くて、で、全体的にね、線がかなり薄いんですよ。ね、こんな感じで見比べてもらうとわかる通り、こっちはね、割とこう、境界線がはっきりしている。ね、そういう感じなんですけれども、こっちは、ここのね、枠と枠の境界線は分かりやすいんですけれども、こちらのね、方眼線の境界線は一体どこなんだっていう感じでね、ちょっと見づらいとか、ね、こんな感じで、こう上下の余白が微妙に違うぞとかね、まあそんな感じで微妙に違いがあります。あとね、紙の大きさもね、同じ A5 サイズなんですけれども、若干ね、サイズ感が違うの。こうね、下で合わせてみた時にわかるんですけれども、ちょっとね、縦がね、ちっちゃいんですよ。縦がね、ちょっとちっちゃいんですよ。通常のね、DP 用紙のリフィルに比べると、こっちのリフィルがちょっとちっちゃいっていうところがあったんですけれども、リニューアルをきっかけに、まあ、この境界線がね、すごく見やすくなったりとか、で、一つの枠がちょっと広がって、まあ、10行から7行になったっていうね、その差はあるんですけれども、まあ、こういう差ができたりとか。あとは DP 用紙のリフィルになったので、1ページあたりの紙が薄く済んでいる。そして、この高さが揃わないぞ問題っていうのがね、なくなってるわけですよ。これはね、めちゃくちゃね、いい改良だなというふうに思っております。7行の方が使いやすいのか、10行の方が良かったのか、ね、この辺は意見が分かれるね。奇数と偶数とかね、そういった違いもあると思うんですけれども、まあ、この7行は7行なりの良さっていうのがね、あるなというふうに感じました。この辺をね、ちょっと喋っていこうかなと思います。こちらね、プロッター的にはっていうところで、やっぱりね、7っていうところで、1週間が7日というところで、まあ1週間のウィークリーとして活用する。
まあそういう使い方いいんじゃないとか、あとはね、連用日記ですね。まあそういう使い方とかもどうでしょうみたいな感じでね、ご提案をされていたかなと思います。まあ7行あるので、7年の連用日記とかね、そういう使い方もね、できるんじゃないかなと思います。で、めちゃくちゃ使い勝手はね、良さそうですよね。ウィークリー連用日記としての相性はね、すごくいいんじゃないかなと思います。まあそれ以外にね、どんな使い方ができるのかっていうところをね、私はいろいろとね、考えてみました。まずね、一つ目。まあ、その、日記とか手帳という考えでいくと、通常ね、1ヶ月っていうのは30日なり31日という考え方で、1年は12ヶ月というスタイルでね、皆さん運用されていると思うんですけれども、世の中にはですね、1ヶ月を28日というふうにね、考えて区切って、ね、1年を13ヶ月というふうな考え方で、考えるというね、やり方があります。実際にね、そういう手帳がね、あったはずです。まあそういった感じで、1ヶ月を、28日周期というふうにね、考えるというときに、こちらのね、7行のフォーマットは、7紙28ということで、まあこの見開きで、1ページ、2ページ使えば、1ヶ月というね、考え方ができるわけですよ。まあそういう感じで、なかなかこうシステム手帳で1ヶ月を28日というふうに考えてやるサイクルのものってね、ないんじゃないかなと思うんですよね。私が知らないだけ、ね、私自身がその1ヶ月を28日というやり方で運用はしてないので、知らないだけかもしれないんですけれども、あまりこうね、システム手帳のレイアウト見に行ってもなかなかないですし、まあ、ちょっとシステム手帳で本当はやりたいけれども、そういったレイアウトがなくてねっていう風に困っている方、ね、できないんだよねっていう風にね、思われている方、ね、自分でこの1ヶ月を28日という周期で、もし運用するのであれば、このチャートグリッドのリフィルはめちゃくちゃね、相性がいいのではないかなと思います。ね、枠もある程度用意されてますし、ね、ページ、きっちり、見開き4ページで済むっていうのがね、分かっております。めちゃくちゃね、シンデレラフィットというところで、もし1ヶ月を28日周期という風に考えてね、いろいろ考えてみたいぞ、ね、そういうサイクルで運用してみたいぞという方はですね、こちらのプロッターのチャートグリッドをとりあえず手始めに使ってみるというのはね、いいんじゃないかなという風に思います。まあそういう感じであったり。あとはですね、やっぱりこう、手帳とはいえ、やっぱりノート的な要素とかもね、たくさんありますよね。プロッターはちょっと大きめのノート、高級なノート、高級なメモ帳、みたいな感じでね、使っている方もたくさんいらっしゃるかなと思います。いろんなね、使い方、用途があるなというふうに感じましたので、私なりにね、こういう使い方ができるんじゃないかなというふうに思ったものとかをね、ちょっと今、喋っていこうかなと思います。まず一つ目、手帳会議という使い方ですね。まあ今のシーズン皆さん手帳会議で大忙しだと思うんですけれども、そういった手帳会議だったりとか、自分の手帳と向き合うときにこのリフィルで結構使えるんじゃないかなと思いました。ね、手帳会議ね、いろんなやり方、いろんなフォーマットで使われているとかあると思うんですけれども、こちらある程度の大きさ、ね、幅があって、で、ある程度こう区切りがあるので、このチャートグリッドのリフィルなんですが、ある程度の一つの区切りに対してある程度のね、幅が用意されていて。で、ちゃんと区切りもちゃんとあるので、すごくね、書きやすい、区切りがしやすいということで、めちゃくちゃね、使い勝手がいいと思います。手帳会議のやり方って本当に色々とあると思うんですけれども、なんか手帳のね、写真を貼る。自分で手帳のイラストを書く。ね、そしてその手帳について書く。っていうね、やり方とかをされている方もいらっしゃれば、本当に文字ベースでね、やるっていう方もいらっしゃるかなと思いますが、どんな、ね、やり方にも対応できるんじゃないかなと思います。こちらね、左側に手帳の写真とかね、ちっちゃめにちょっと印刷をしてやるであったりとか、ここのね、枠に収まるように手帳のイラストを描くっていうね、そういうやり方もいいですし、こちらにね、文字だけで、どこのメーカーさんのなんていう手帳の何色っていうのが気になってるよとか、ね、何サイズが気になるみたいな、そんな感じの簡単なね、手帳の情報を書いて。で、右側の方に、その手帳の、まあ、どういったところが、いいなと思ったのか。で、逆にここはちょっと、いまいちだな、というふうに思っているポイント。だったりとか、まあ、例えば、潜在写真とか、ね、今出てる情報ではわかんないから、こう、実物を見に行った時に、こんなところを見ておきたいな、というふうに思っているポイントとか、ね、そういうのを簡単にメモしておく、みたいな使い方もいいと思います。
あとは、今は購入する手帳というベースで喋ったんですけれども、自分が持っている手帳の、こう、リスト化、ね、一覧化という意味でも、その持っている手帳の写真と、まあ、実際の使い方、用途ですね、これは何とか用で使ってるみたいな感じで書き出しておくっていうのもいいんじゃないかなと思います。そうすれば、毎回の手帳の会議の時に、これは何とか用でっていうふうにね、まあ、書く必要っていうのがね、なくなってくる。で、この手帳を見れば、あ、今はこれはこういう用途で使ってるんだっていうのが、さささってね、わかるっていうところでも、今私はどの手帳を持っていて、で、どういう使い方をしているのか、であったりとか、まあ何冊の手帳を持っているんだとかね、そういうのがね、こう、情報として集約されていて、手帳会議にもね、すごく役立つし、まあ自分の頭の中もスッキリするし、っていう感じでね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まあそういった感じで手帳会議的な使い方、ね、まあ手帳のことを書くものとしても、いろいろとね、使い勝手がいいんじゃないかということで、お話をさせていただきました。ね、それ以外にももちろん、いろんな使い方があって、仕事勉強の場でもね、めちゃくちゃ役立つなというふうに感じました。私も実際にね、仕事の場としてこのチャートグリッドのリフィルをね、使ったりしているんですけれども、例えばね、タスク管理というところですね。で、大きなタスクを左側に書いて、で、そのタスクに付随する小さなタスクですね、細分化したタスクっていうのを右側に書いていくっていうやり方で、まあ大きく見たときにこのタスクが完了しているのかしていないのか、ね、していなくてもこの細分化したうちのこれとこれは終わっているぞみたいな、そういうのが俯瞰でわかるね、そういうタスク管理っていうのがね、できるんじゃないかなと思います。通常のね、タスク管理ってなんかこうトゥードゥーリストとかがあって、わーってみんなね、箇条書きしていくと思うんですよ。その日のタスクはこれとこれとこれとかってね、書いたりとかしていくと思うんですけれども、一日で終わらないタスクとかってあるじゃないですか。仕事の時とかね、何日もかかる、何ヶ月もかかる、何週間もかかるとか、そういうスピード感、ね、そういうスケジューリングで動いていくものっていうのがあると思うんですよ。その時に、まあ、日頃のこのトゥードゥーリストとかにはそのちっちゃなタスク、ね、ここの細分化したうちのこれを今日はやるみたいな感じで書いていけば、この大タスクの中のこの細分化した、なんか例えば A の1みたいな感じのタスクがあったとして、で、今日は A の1をやるみたいな、そういう書き方をすれば全然ね、済むんですけれども、A の1っていうのはほんの一部じゃないですか。A の1の前に、まあ、めちゃくちゃ大きな A が存在するわけですよね。A が完成するまでのこの A、が今どれぐらい進んでいるのかね、その日付が変わっても月が変わってもこう分かるような状態でできるっていうのは、こちらのね、チャートグリッドなんじゃないかなと思います。もちろんプロッターにはですね、トゥードゥーリストっていうリフィルが別にあるので、そちらでもやろうと思えばできるんですよ。で、こちらトゥードゥーリストっていう別のね、リフィルがあります。こちらはね、その案件名ね、管理したいものを書いて、で、右側に進捗の管理ができるツールがあるので、ここで今の進捗がどれぐらいだっていうのをね、確認できるんですけれども、これだと、まあ、その大タスクの中の細分化したタスクとかっていうのは、こう、明らかにこうね、順番に書いていかないといけない。ね。でも、こっちは、なんか大タスクのうちのこれっていうふうに書いて、で、次にこっち下側に行って、また別のタスクを書いて、で、そのうちのこれって書いたときに、やっぱり、あ、大タスクの他のタスクあったじゃんとか、追加でこれが必要だとかって出てきても、追加ができるんですよね。同じ枠の中で。ね。でもこっちはですね、ある程度の余白とかを取っとかないと、それがなかなかしづらかったりとか、そういうこうね、埋め込み、追加のしやすさっていう意味とかね、そういう意味ではやっぱチャートグリッドの方が優れてるのかなとかね、そんな風に思ったりしています。まあこういったタスク管理、まあそういった感じで、全体を見渡すっていう風に考えた時にめちゃくちゃね、使い勝手が良さそうだなという風に思いました。で、もちろんタスク管理以外にも、例えばミーティングであったりとか、なんか業務の洗い出しとかで、なんかこう、この資料見といてとかね、言われることとかあるじゃないですか。で、その資料を見て、で、その中で、なんか自分の中で疑問が生まれたりとか、次のミーティングの時、ね、会議の時に、このテーマについて、確認しておかなきゃな、みたいな議題とかが、論点とか、ね、質問事項とかがあると思うんですよ。そういうのをここの左側の方に書き出しておく。ね、いや、これはどうなのか。ね、何ページの、これ、どういう意味とか、まあそういうのでもいいと思うんですけど、簡単に書いておく。ね、これについては、ね、これをどうするのかとかね、まあそういうのを書いておく。その回答ですよね。質問して、で、その回答が返ってくる。その回答を書いておく。とか、なんか、この対応どうするのっていうのを決めないといけない。けれども、まだモヤモヤしてる、なった時に、まあそれを決めて、で、現在はまだ未確定。
か、誰々の確認中とか、まあそういう感じのことを書いておくね。今その事項はどうなっているのかっていうのを、書いておく。そうすると、なんか時間が経って、あれ、そういえばどうなってるんだっけとか、なんかこう、宙ぶらりんになっちゃうようなことってあるじゃないですか。うやむやになっちゃうこととか、あると思うんですけれども、その漏れがなくなる。ね、ちょっとタスク管理の方にも近いといえば近いんですけれども、一つ一つこうね、潰していくとか、そういう作業の時とかに、ね、すごくね、役立つものかなというふうに思います。めちゃくちゃね、使い勝手がいい。私も結構その、この資料を見といてとか、この資料を、なんか、自分たちの、こう、やり方に合わせて作り変えるとか、まあそういうことをしたりするんですけど、その時に、まあどうするみたいな、こう論点とか、ね、ここどうしようみたいな、そういうのを洗い出したりとかするんですけど、その時とかにこう結構ね、これ、使ったりとかしています。まあそういう使い方があって。で、今は割とね、仕事とか、まあ、タスク管理。このタスクに関しては、仕事でこれをやらなきゃっていうね、タスクももちろんですけれども、あの勉強でも、例えばね、あの学生さんで、例えば国語、漢字、何ページから何ページをやらないといけない。例えばね、あの科目別でもいいと思うんですよ。英語って書いて。で、単語、何ページから何ページやらないといけない。ね、リーディング、スピーキングとかね、いろいろとリスニングとかね、そういう感じで書いていくとか、そういうやり方もね、いいと思うんですよね。まあそういう感じでいろんな使い方ができるし。で、さらにね、単語上的な使い方もできるんじゃないかなと思っております。こちらね、今私はなんかこういう使い方ができそうだなっていうのを皆さんに喋るために全部ね、黒字で、バーって書き出しているんですけれども、単語上として使う場合は、例えば左側に単語を書いて、で、右側に意味を書く。ね。まあそういう使い方ができるし、なんか発音の練習とかで発音記号を書くとか、そういうのでもいいと思いますし、ね。なんか例文を書くとか、ね。日本語訳、英語にするとどういう表記になるか、みたいな書き方、ね、具体的な、そういう文章を書いていくみたいな、そういう使い方もいいと思います。ね、そういうのもできるし、あとは丸バツクイズとか自分で、なんか、こう、テストの練習だったりとか、なんか資格試験の勉強とかで、いろいろと自分なりの問題を作る、ね、自分なりの単語帳を作るとか、ね、なんかこう、いろいろとやると思うんですけど、そういう時に、この、ディフィル結構役に立つんじゃないかなと思います。特にね、今は黒で書いちゃってるんですけれども、赤ペン、赤シートとか緑シートとかが使えるような、そういったペンとかをうまく活用して、そして赤シート、緑シートを組み合わせることで、まあ、こう単語帳みたいな感じで、こうね、比較的、簡単に自分でね、作れるものがあるんじゃないかなというふうに思います。ね、こういう使い方もできるよねって思いました。まあこんな感じでね、仕事や勉強の場でもめちゃくちゃ役に立つねっていうところをお話しさせていただきました。この他にもですね、いわゆる趣味の手帳ノート的な部分でもいろいろ使えるんじゃないかなというふうに思いました。ね、その話を少しするんですけれども、例えばログ的な使い方ですね。読書ログ、映画ログ、カフェログ、コーヒーログ、ね、お酒のログ、いろんなログがあると思いますが、そういうログとかを使うのにもめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。例えば、読書ログを例にとるんですけれども、まあ、読書ログで、読み始めた日を書いて、読み終わった日を書くとかして、まあ、作品のタイトルを書いたり、そして、こちらにちょっとした感想を書く、みたいなね、そういう使い方もできるし、映画も同じですよね。見た日を書いたり、で、作品のタイトルを書いて、で、その感想を書いたりとか、ね、カフェのログも、どこのカフェに行った、ね、行った日を書いて、で、どんなものを食べたのか、どんな味だったのか、美味しかったのか、また行きたいのかとかね、そういうのを書くのにも使えるかなと思います。ちょっとした写真とかを貼って、なんか、ね、マストとかを貼って、コラージュするみたいな、そういうやり方もね、いいと思います。ね、そういうログ的な使い方、ね、1ページに書くほどじゃないんだけれども、なんかこう、ね、いろんな、ログを書いていくのとか、楽しいじゃないですか。例えば、これは、新宿の、カフェについて書くログページにするみたいな感じにすれば、なんかここに新宿カフェとかって書いて、なんちゃらっていうお店、なんちゃらっていう風なお店とかって書いて、で、また行きたい行きたくないとか、なんかこうチェックをつけていけば、なんか自分だけのこうカフェリストとかね、そういうのもできるわけですよ。ね。そういう使い方もいいと思います。で、私はね、もともと、こちらの10行タイプの、チャットグリッドのリフィルも持ってて、で、まあ、使ってるんですけど、そのね、リフィルは、マステ帳になってるんですね。10行タイプの時は割とここの幅感が、マステの幅とちょうど良かったので、マステ帳として使っているんですけれども、こちらのね、7行タイプの、今のチャートグリッドももちろん、マステ帳とか、そういう使い方もできるんじゃないかなと思います。よくあるマステよりもちょっと太幅のタイプのマステとかもね、貼れるぐらい、
の幅感がありますし、そういう使い方もいいと思います。さらにね、インク帳というね、使い方もね、できると思います。もちろんね、こっちでもインク帳的な使い方できるんですけど、こっちでもね、そういう使い方できるよねっていうところで、なんか、こっちにね、色の名前書いて、こっちに裏抜けチェックみたいな、そういうのをしていくのも楽しいんじゃないかなと思います。ね、一度塗り、二度塗り、なんか線を書いてみる、ぐるぐるってやってみるっていうね、そういうやり方をしてみたり、ペンを書いて書いてみるとかね、そういう感じで書いてみるみたいな感じで、いろいろとインク帳、さらにはなんか色見本帳ね、こっちにね、思いっきり色塗って、で、どこどこメーカーさんのなんていうインクのやつだ、みたいなね、そういう情報を書いていくみたいな、そういうやり方もね、できるんじゃないかなと思います。インクリスト、インク帳みたいな使い方ももちろん楽しいですし、あとはお買い物の検討リストですね、比較リスト、そういう使い方もできるんじゃないかなと思います。これね、一番最初に話した手帳会議の、なんか手帳の購入検討リストみたいなね、この、手帳の、こういうところが気になるとかね、まあこういうところ確認したいみたいなの書いたと思うんですけど、まあその応用みたいな感じで、いろんな感じのね、お買い物検討リストっていうものがね、できるんじゃないかなと思います。なんか一つのちょっと高いものを買おうかなと思った時に、絶対にこれが欲しいっていうのが確実にあればいいと思うんですけど、なんかこうふわっとしたこういう製品で、なんかこういう機能がついているもの、ね、こういうのが欲しいんだよなっていうふうに思ってる時に、A 社、B 社、の商品があるとか、じゃあ私は実際にどっちを買うのかって迷うかもしれないし。で、同じ A 社の中でも型が何個かあって、A 社のこの型とあの型とっていうので、どっちにするのが私には合ってるのかとかね、いろいろ迷う時があると思います。その時に自分で、この商品はこうこうこうだ。ね、ああだこうだ。ね、ここはいい、ここはちょっと。ね。とか、なんかいろんな簡単なメモをすることができると思うんですよ。その中で自分の中で本当に大事にしているポイントを、とか、ね、予算の都合とかで当てはまるのはどっちなんだろうっていう風に考えていくみたいなやり方っていうのもね、できるんじゃないかなと思います。まあ、これは今お買い物検討リストという風に例を出しましたけれども、例えばプロッターの購入で考えた時に、私はプエブロがいいのか、ホースヘアがいいのか、リス塩がいいのか、どの革にしようって迷うと思うんですよ。その時に、まあリス塩はちょっと高い。ね。で、プエブロは比較的頑張れば手に入る。ホースヘアが一番まあ、手頃だ。じゃあサイズはって見たときに、プエブロは全サイズがある。でも、リス仕様の M5 ないんだよな。ホースヘアの M5 ないんだよな。私 M5 欲しい。あ、じゃあプエブロだ。とかね。まあそういう判断にもなるし。あとは色ですよね。ワインの色が欲しいってなったときに、じゃあリス仕様じゃん。ってね、なる。まあそんな感じのね、組み合わせとか、いろいろと、比較検討とかもしやすいんじゃないかなと思います。まあ、こういったね、使い方できるよっていうところで、いろいろとね、今喋りました。皆さんはどうでしょうか？ね、こんな使い方できそうでしょうか？そんな感じで、元のレイアウトがめちゃくちゃシンプルなので、いろいろとね、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。片面1ページ、7区分あるわけじゃないですか。で、なんか、せっかくここに日付のね、斜線とかがあるので、1日1ページみたいな感じで使うこともね、あると思うんですよ。そうなった時になんか1日のことについて7個のテーマを用意して書いていくとかね、そういう使い方もできるんじゃないかなと思います。ね、私は今、こう結構体調ログをつけたりとか、1日1ページでね、リフィルを使うことがあるんですけれども、例えば、その体調のことですよね。体調がいいのか悪いのか、ね、薬を飲んだのかどうなのかっていうことを書いたり、食事は何を食べたのかっていうことを書く欄があったり、それからなんかまあ、仕事のことを書くっていう欄があったりとか、なんか、今日こんなことをしたよっていうのを書く欄があったりとか、そういうのを書く欄があったりとか、まあ今日使ったお金のことを書く欄があったりとか、ね、なんかそういう感じで、一言日記みたいな、今日は何の日っていうのを調べたことを書く、項目があるとか、1日について7個のテーマを用意して書いていくみたいな、そういう使い方もね、めちゃくちゃ楽しいんじゃないかなと思いましたね。まあ、そんな感じでね、いろいろとバリエーションというのがね、あるんじゃないかなと思います。あとはね、さっき議事録的な話もちょっとしたと思うんですよ。で、この議題書いて、まあそれについて話した内容を書くとかね、その辺も喋ったり、検討事項を書いてタスクのことも喋ったと思うんですけど、あとはね、答えられなかったことというものがあって、例えばなんかそのこう会議の中とかで、そういえばこれってどうなってるんでしょうとかね、まあ聞かれることがあると思うんですよ。その時に、あ、ちょっとなんか今すぐはわかんないんで、なんか調べて回答しますねとか、ね、後で見ておきますねとかって、なんか言うものとかあると思うんですよね。なんかそれについて忘れないようにとりあえずここにパーってね、書いておくとか、
そういう使い方もね、いいんじゃないかなと思います。まあ、タスクの一つとして捉えるかどうかっていうところもありますが、まあ、こういった感じのね、使い方もね、できると思います。ね。そしてね、私自身がね、私ね、割と仕事とかで使っちゃうので、あんまりね、こう、実際に使ってるものを見せられないんですけれども、こう、実際にね、皆さんに見せられるもので、このチャートグリッドを使っているのがね、今こちらになりますね。最近ね、ジンバルを買ったんですけれども、そのジンバルがですね、練習をしたりとか、いろいろ操作を覚えようとしているんですけれども、説明書がですね、日本語対応してないんですよ。で、なかなかね、こう、日本語の情報とかがなかったりするので、本当にね、自分で頑張って調べたりとか、いろいろとこう、やりながら覚えたりみたいな感じでしていくんですけれども、また忘れちゃった時に、そういえばあれってどうするんだっけとかってなっちゃうので、自分でこう、逆引きの使い方みたいなのを作ってます。私はね、このジンバルの使い方という例で出してるんですけれども、機械の使い方、ね、操作方法とか、ね、なんかのやり方とかさ、いろいろと覚えないといけないこととか、皆さん、いろいろとあると思うんですよ。まあ、家電でもいいですし、なんか仕事のやり方とか、ね、手順とかいろいろとあると思うんですよ。その時に、あれをやりたい時はどうするんだっけ、これをやりたい時はどうするんだっけ、みたいな感じで、私はこの、何をしたいか。っていうのを軸で。で、その操作はこういうやり方だぞっていうふうにね、書いてます。もちろんね、無地のリフィルとかでもやろうと思えばできるし、罫線のリフィルとかね、方眼のリフィルとかでもできるんですけれども、この区切りで分けられているので、後でね、本当に、ここについての追加とかはね、しやすいんですよ。私ね、割とこう詰めて書いちゃう癖があるので、その余白をね、あんま開けないんですよね。なので、後で追加したいなと思った時に書くスペースないじゃんってなったり、逆にね、これについては後で書きそうだなと思った余白をね、めちゃくちゃ取りすぎてしまうとか、なんかその余白の取り方下手くそなんですよ。でもこれはね、ちゃんと上手にそれなりにこう余白を確保できるので、使い勝手いいぞっていう感じで、今のところね、めちゃくちゃ気に入ってます。こことこことか余白空いてるんですけど、そんなにね、なんかこう、気にならないぐらいで済む。バランス感で、この、行がね、設定されてるなという感じです。めちゃくちゃいいなというところで、ね、海外のものとか、ね、皆さんも使うとか、そういう機会あると思うんですけど、日本語対応してないもの、ね、どうやって使っていくのか、ね、どうやってやるのか、とか、こう、いろいろとね、調べることとかあると思うんですけど、まあ、こういうね、やり方ってどうでしょう？というところで、私はこういう逆引き辞書的な感じで、今、お勉強しております。まあ、こんな一例でございました。そんなわけでね、今回チャートグリッドリフィル、まあ、こういう使い方できるよねとか、私はこんな使い方してるよねというのをね、紹介させていただきました。このリフィル知らなかった方もね、ぜひ、チェックしてみてもらえればと思いますし、逆に知ってる方でも、なんかこう、どう使おうかって最初迷うことってあるじゃないですか。まあ、その時にちょっとこう、イメージ、ね、膨らませる材料とかにね、してもらえたらいいなと思っております。で、逆に、今回紹介しなかったけれども、こういう使い方私はしてるんですよっていうのがあればね、教えていただければと思います。ね。そんな感じでね、このチャートグリッド、リフィルいいぞっていう風になりました。発売当時はね、ほんとなんで今まで、10行でね、すごくこの偶数で管理しやすかったのになんで7行にしたんだよってね、思ったんですけれども、意外と使ってみるとこの幅感とかが本当にね、良くて、あ、いいぞっていう風にね、なったので、今回ね、いろいろと喋らせていただきました。今のところね、英語サイズしかないんですよ。英語サイズしかないので、単語帳みたいな感じで使うときとかにね、ちょっと電車の中でやるとかね、さっとやるっていうのにはちょっとでかすぎるよねとか、そういうちょっと大きさがね、難しいよねとかもあると思うんですよね。なので、なんかね、バイブルサイズとか、こう横使いのタイプとかで、なんかこういう感じのものとかね、あったらいいんじゃないかなとかね、思ったりもしている今日この頃です。英語サイズ以外のね、展開っていうのもちょっと期待したいなっていうふうにね、思ってるぞというところで、今回ね、チャートグリッドリフィルについてペラペラと喋らせていただきました。めちゃくちゃフォーマットとしてはシンプルなのに、意外とね、どこのメーカーさんも出してないんですよね。ほんとプロッターぐらいしかこういうレイアウトリフィル出されてないような気がしていて。大体どこのメーカーさんも似たり寄ったりのリフィルっていうのは出してたりとかするじゃないですか。一筆性のリフィルがあるとか、なんかこう横系のリフィルがあるとかね、似たり寄ったりのものとか結構あると思うんですけれども、このチャートグリッドってめちゃくちゃシンプルなのに意外とね、他社さんとか出してないんですよね。なんかここら辺はもっとなんか発展性があるなというふうにね、感じてます。で、ある程度こう仕切られているので、なんか自分でもう一個ね、線を追加して、なんかこう簡単な表を作るとか、そういうのもね、しやすいと思いますし、なんかね、いろいろと可能性に溢れた
リフィルなんじゃないかなというふうに思います。片方が無地で片方が方眼でという、このねコントラストもちゃんとできてて、まあそういったところでもね、こう切り替えというかな、ここはこれを描くところ、ここはこれを描くところみたいな感じでね、しやすいというのもねすごくいいんじゃないかなと思います。そんな感じでね、今回チャートグリッドリフィルについてバーっとね喋りました。まああくまでもね、私個人ベースでのね、感想ね、使い方っていうところにはなってしまうんですけれども、きっといろんな使い方がねあるんじゃないかなと思います。ぜひね、皆さん、プロッターの公式オンラインストアでね、お買い物するとき、こちらのね、チャートグリッドリフィル、チェックしてみてもらえればと思います。ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。